ジュール・ジョゼフ・ル・フェーブルは、フランスの人物画家。ル・フェーブルは1852年、エコール・デ・ボザールに入学し、レオン・コニエの下で絵を学んだ。1861年、プリアモスの死で、ローマ賞を受賞。1855年から1898年にかけて、パリサロンに72点の肖像画を出展した。1891年には、 フランス芸術アカデミーのメンバーになった。ルフェーブルはパリのアカデミージュリアンの講師だった。優秀にして思いやりのある教師としてアカデミーに欠かすことができない存在だった。多くのアメリカ人を含む1500人、またはそれ以上の教え子たちの中には、スコットランド生まれの風景画家、ウィリアム・ハートやジョルジュ・ロシュグロス、ジョン・ローブル・バーロー、チャイルド・ハッサム、フランク・ウェイストン・ベンソン、 エドモンド・チャールズ・ターベル、それに、フェルナンク・ノップ・フラがいた。エコール・デ・ボザールでも長く教授を務めた。ル・フェーブルの描く絵画画は、もっぱら一人の美しい女性を描いた、人物画だった。エム・エル・レーノーや、ナポレオン・ジェーヌ・ルイ・ボナパルト皇太子の肖像画も、描いた。パリ・万国博覧会一等メダル、名誉勲章など数々の勲章を授与され、さらに、 レジオンドヌール勲章コマンドール、フランス学士院会員であった。ありがとうございます。